告。無限の箱。システムエラー。取ってもらえますでしょうか。ちょっと取ってきます。はい、どうも世界一ストイックな怠け者テッケテッケです。はい、そして今回は MR アバターロハンちゃん、まあ、1個前に分析前編動画やってきましたが、まあ、今回はタイマン戦ですね。はい、1000円4の日月2という装備セットで2200万のロハンちゃん、細かいステータスはこんな感じで作ってきました。ロハンちゃんはやっぱりデッキで味方とのシナジーを出してなんぼなところがあるんで、まあ、タイマンどこまでいけるかは分かりませんが、まあ、タイマンはそこまで正直めちゃくちゃ強いかっていうと、いろいろコンボが難しかったりするんで、まあ、ハクタクと組ませてやっと一人前みたいなところあったりすると思うんで、あと弓ショート、ややタイマン向けじゃないかなという印象でしたね。もうすでに戦わせてみましたが、まあでも強いは強かったですね。はい、今回も SKG メンバーのみんなと戦ってきたので、ちょっと見ていきますか。さあ、まずは2300万モカさんの雪女ですね。まあ、雪女との試合結構勝ったり負けたりでした。まあ、だいぶいい試合が展開されますね。まあ、というのもやっぱり雪女が氷極によるダメージ完全カット機能がどれだけ発現するかで、まあ、勝敗がほぼ決まるんで、この試合はどっちだったかちょっと覚えてないですが、まあ、ただ雪女のやっぱり虚弱とかでこっちの火力下げられちゃうと、復帰時の攻撃6ベース防御無視攻撃なんかが虚弱で弱くなっちゃうのがちょっときついですね。はい、まあ、ただ向こうのこの範囲攻撃そんなに攻撃回数多くないので、こちら実装展開しておけば勝ちましたね。実装展開しておけば、まあ、少ない攻撃回数のうち2回は実装でカットしたりすることができるんで、まあ、本当勝ったり負けたりですね。雪女との試合は同格で、はい、じゃあお次1800万の、はい、孫権ですね。いや、これすごかったですね。この試合、こっちの露伴が残影に入る回数見といてください。まあ、つまり致命ダメージを受ける回数、はい、まあ、残影に入ってない間は致命ダメージを受けてないってことになりますが、まあ、やっぱり孫権に対しては持ち前の反射耐性 100% でほぼ反射ダメージを受けておらず、はい、バリアがやっとまだ壊れてないですね。ここでやっとバリアが壊れて、はい、ここから反射ダメージやっと受けるタイミングですが、1回も致命無視まで届かずに、はい、ここで回復してきました。はい、という感じで、まあ、全然致命無視まで届かないと。向こうローコスト孫権じゃなくてガチ孫権ですからね。はい、実装による HP 回復 100%、 もう1回 100% 回復、 HP 満タンになったところから、はい、こちらのスキル2ですかねで殴っていって、はい、バリアがここで壊れて、ここから反射ダメージ受けていきますが、もうこれも致命ダメージに届かず、はい、9ため、これも耐えて、はい、流血になりますが、はい、これもすぐ溶けて、まあ、スキル1スキル2終わり、どちらも自分に対する異常状態2個解除できるんで、それで解除しながら、はい、状態性が高いので流血カウンターも食らわず、まあ、スキル1では自走、スキル2では総ダメージ 30% HP 回復、まあ、その2つで HP を確保していくと。はい、今のところまだ1回も残影状態に入らず、さあここら辺のスキル2でそろそろですかね、倒して勝利と。はい、今、まあ、特に無美化金帯なんかではガチ育成孫権作られるとかなり厳しいですが、まあ、1800万の孫権ですね、かなり戦力としては高めの孫権相手にまさかの勝利と。これはすごいですね。はい、じゃあ2300万の猛角、はい、これはもう地獄でした。やっぱ孫権とは硬さが比べ物にならないですね。はい、殴ってきますが、まあ、全然ダメージが出ず、連撃の方も、前段ぶつけて 70% を切るぐらいですか。でもかくそれ全部回復しちゃうんで、この調子でもうずっと続くんでカットしますね。はい、結果的にはもうさっきの調子で、まあ、20ターン目まで来て、まあ、3チーム切磋20ターン経っちゃうと、はい、この戦意っていうのが入っちゃって白バフで火力爆上がりしちゃうんで、まあ、こうなるともう試合にならないんで、はい、まあ、もう倒しましたが、もうこれは白バフの戦意が切磋で乗るから勝っただけで、実力では勝ってません。まあ、何よりこんなに長いターンしのがれてしまっては、まあ、タンクが勝ちですね。タンクが仕事したことになるんで。さあ、じゃあお次1800万のレオニダス、はい、ちょっと先手殴っちゃってますね。まあ、たださっきの猛角なんかと比べたらもう柔らかさが全然違うんで、はい、これは致命ダメージどんどん与えていって、あ、いいですね、削ってますね。で、まあ、レオちゃんの攻撃なんかはもうもちろんあんまり効いておらず、まあ、やっぱりレオちゃん生後剥がしができないんで、まあ、もしこちらの露伴が落ちたとしても残影剥がせないんですよね。なんで剥がし機能がない敵には結構強いですね、露伴。まあ、今回の全体を通してタイマン戦ですね、生後剥がし機能がある連撃キャラクターかどうかで、まあ、勝敗が大きく分かれたような結果でした。基本的にはまあ、特にスキル1とスキル2両方に生後バフ剥がしがあるキャラクター相手だと厳しいなという印象でしたね。はい、突然レオちゃんもあっさり倒して勝利と。はい、じゃあお次行きましょう。アポロ。はい、アポロはきついですね。生後バフ剥がし連撃ができるので、はい、こんな感じで、まあ、こちらの生後バフですね、剥がしていって、まあ、蓄力は剥がれませんが、はい、この残影復活後、つくやすがすぐ剥がされて殴られてしまうので、まあ、残影耐久ができないと、ロハンちゃん、生身の耐久 65% しかないんでダメージカット機能。まあ、ただ火力は頑張って出してますよね。まあ、ただこれ2巡目ですね。また。生後剥がしとかをされてしまうのでちょっと厳しい展開ですよね。
まあそれでもよく粘ってますけどね。この実装でダメージ完全カット、これが剥がれないんで、んでも5ターン目に殴られて落ちて負けと、まあ、アポロにはかなわなそうな雰囲気があります。さあ2200万のマーリン、はい、マーリン先手で風魂つけてきましたが、これ、はい、スキル1、2回しか攻撃しないんで、風魂ここ残り3ターン残した状態で1回終わりにするんですね。でこれで実装2ターンつけてるんで、この後のマーリンの攻撃で追い打ちで落としに来るんですが、実装のおかげで回復していって HP がむしろ周りに攻撃されるたびに増えていくと、はい、風魂で失った HP をここで確保して周りの連撃、はい、しっかり残影で避けて耐え切って、はい、ここから残り3ターンの風魂ですね。1回目でバリア壊れて、はい、1回も一応致命まで届きませんでしたかね。はい、であと8回の攻撃回数で周りを殴っていって、まあ、周りの方が逆にピンチと。今はもう残影がこの時点でついているので、まあ、5ターン目残影剥がされちゃって風魂食らいましたね。ただそんな大した風魂ダメージにならなかったので、はい、マーリンをスキル1、まあ、範囲攻撃ですが敵が1体の場合は効果力になるんで一気に殴り落として勝利と。マーリンに対マンで勝てるのはなかなかいいですね。同格で、はい、じゃあお次見ていきましょう。嫁タワラトータ、まあ、このキャラクターは生後剥がし連撃の達人なんでめちゃくちゃ苦手でした。まあ、やっぱり残影剥がされちゃうんで、しかもタワラトータ火力かなり強くなってるんで、まあ、スキル2がちょっと弱いですけどね。トータちゃんスプラッシュキャラクターなんで、まあ、スキル1が痛かったですね。はい、で向こうはもう常時残影キャラクターなんで、しかも剥がれないということで、まあ、こっちから殴っていって剥がすこともできないし、まあ、困惑つけたところで別に向こう反射してこないしで、まあんまりこれだっていう決め手になる攻撃ができず、で多分敏捷値も負けてるんですかね。破壊がつけれてませんね。はい、向こうのスキルばっかり残影段階を剥がされながら食らっていって、まあそうですね、トータちゃん幸運つくんで、まあ、アポロもそうですが幸運がつくことで敏捷値上がっちゃうんですよね。で敏捷値で勝たないと箱っていうのはつけれないんで、まあ、トークンなんかも今回戦ってませんが奮起でステータス上げちゃうんで、まあ、トータアポロトークンあたりの弓章の目立ってるキャラクターたちにはステータス勝負で勝てないんですよね。箱をつけての攻撃ができないということで負けてしまいました。苦手ですね。さあじゃあ工芸見ていきましょう。工芸との試合は結構勝つこともありました、まあ、勝ったり負けたりですがやや負けが多いかなと。でしかもこれレベル差でこっちがだいぶ勝ってるにもかかわらず、負けが多いんで、まあ、同格同レベルだった場合には普通に工芸の方が強いかなという印象ですね。まあ普通に攻めれてはいるんですが、まあ、攻撃ミスっちゃったりしてますね、この試合は。まあやっぱり弓章同士の戦いはいかに攻撃をこっちが避けて向こうが当てるかっていう戦いなんで、でその点において工芸は必中もできるし、まあ聖護バフも剥がせるしで、基本的には負け試合になります、工芸と戦ったら。さあじゃあお次、アーサー王。アーサー王との試合はもうドローですね。はい、ドロー試合だったのでこれ飛ばしましょう。まあスキル2ぐらいまで見ときますか。はい、全然ダメージ出せずということで、これがずっと続きます。はい、17ターン目まで、まあ、全く同じような状況がずっと続き、まあ、やっぱり武将系タンクの中でもガチ型系タンクですね、猛角とか朝王とか、まあ、そこら辺になるとちょっとロハンちゃんでもってしても突破が難しく、まあ、20ターン過ぎたところでようやく戦意の白バフがついて倒すような感じになっちゃうんで、まあ、これは負けですね。はい、ブリュンヒド戦見ていきましょう。はい、ブルちゃんも2600万、ちょっと格上ですね。はい、格上ブルちゃんで、しかも箱をここでつけていきますが、まあ、箱がついてる間はこっち火力出せるんでいいんですが、はい、スキル、まあ、束縛でちょっと火力下げられちゃってるの嫌ですね。はい、一回落としたところで箱を取れちゃうんで、復活キャラクターだとここから火力が出ないんですよね。まあ、それきついですね。やっぱりスキルには敵が箱状態でダメージが倍になるんで、その状況じゃないと火力がマックスまで出ないと。まあ、これがロハンちゃんがロマン砲キャラだと私が言ってる理由ですね。まあ、あとはやっぱり白拓の七星とかつけたいですよね。なんでデッキ戦の方が楽しみですね。このサバ白拓登用してたかちょっと怪しいですけど、ちょっと後で見てみましょう。はい、ロハンちゃんのスキル1、いやでもスキル1の威力強いですね。ブルちゃん落として、はい、ブルちゃんのスキル2はしっかり耐えて、いやでも火力が届ききってない。やっぱり箱欲しいですね。はい、箱をつけて、結構こっちもギリギリまで攻められてますね。まあちょっと格上ってのもありますが、で耐久がちょっと弱めなんで、ロハンちゃんやっぱ耐久ですね。ブルちゃんにこれだけダメージぶつけられてるようじゃ、まあ最新の硬さでは全然ないんで、もうロハンは剥がれない残影どうにかしていつかしてあげたいですね、連携スキルとかで。まあ剥がれる残影の間はちょっと耐久が、はい、こんな感じでめちゃくちゃ弱いんだ。21ターン目まで入っちゃってますね。はい、ブルちゃん相手に21ターン目かかるようだとちょっと良くないですね、これは。はい、タケミカちゃん見ていきましょう。2000万同格のタケミカちゃん、ややこっちが戦力上ですか。はい、箱をつけて、はい、しっかり1回落としてナイスですね。さあただ雷害化してからがめちゃくちゃ硬く、ここからが一気に攻めづらくなります。で向こうは必中攻撃ができるんで、 HP 勝負でただ勝たなきゃ必中にならなかったような気がするんで、ちょっとあれですか、ミスも出てましたかね今。まあでもどっちにしろ残影なんか移行で剥がすことができるんで、まああんまり余計
期待できないんですよね、こっちの。はい、なんで基本的には不利かなと私は思ってますが、この試合なぜか勝ちましたね。あ、敏将一撃土管がでかいですよね、スキル1の敵人数が1体の時の。はい、じゃあ帰国史見ていきましょう。はい、帰国史なんかはまあ帽子っていうところもあってかなり攻めやすいですね。帽子に強いですね、やっぱり弓将らしいっちゃ弓将らしいですね、こういうところ。はい、もうあと1回落ちたら落ちるぐらいまで攻めて、はい、5ターン目こちらの攻撃で一発で落として勝利と。まあ帰国史も1年経ってここまで落ちてしまったかといったところですか。さあじゃあ桃地丹波、桃地丹波は弓将同士の戦いになると、まあ、やっぱり避けいかに避けるかってところ、そして剥がし機能があるかどうか。桃地剥がし持ってるんですよね、昔の世代の MR キャラクターですが、この桃地に実はこの戦い負けてますね。ちょっとやっぱり耐久があんまり強くないので、まあ、特に対マン戦とかだと、まあ、もろに攻撃が集中した時に特に残影が剥がされたらもう耐久面終わりなんで、そこがきついですね。火力の方もちゃんと箱をつけた上でスキルに連撃したいとこなんで、まあ、白卓の剥がれない箱とかがやっぱり欲しくなるなってところ、まあ、基本的にスキル2で、まあ、デバフの名前を限定して例えば箱じゃなきゃダメージ倍にならないとかだとちょっと厳しいんですよね、コンボ的には。まあ、敵が罪悪状態ならどんな種類の罪悪状態でもダメージ倍になるとかだったらまだいろんなキャラクターとコンボ組みやすいんですが、ちょっと火力アップのためのコンボが難しいロマン4キャラクターなんで、はい、そこがちょっと苦戦したとこですね。まあ、ただめちゃくちゃいい試合ですね。はい、17ターン目までかかってますね。いや、弓将同士の最近泥試合多いですね。ちょっと前のトークン VS アポロもそうでしたが、結果負けとなりました。はい、じゃあ最後、妖戦戦見ていきましょう。2500万、かなり格上の妖戦ですが、まあ、妖戦に関してはこのキャラクターは武将なんですが、敏将ダメージに弱いキャラクターなんで、まあ、エビスちゃんだとか妖戦みたいなキャラクターは結構ダメージ取るんですね。めちゃくちゃダメージ出てますね。はい、武将の中では妖戦系、弓将に耐久がない副将ちゃんは割とあっさり落としに行くことができると。はい、6ターン目ぐらいでもう終わりましたかね。あ、まだ耐えてますね。はい、で向こうの攻撃なんかはしっかりで、予選セゴバフ剥がしできないんで、セゴバフ剥がしかできない副将ちゃんはもう全然怖くないですね。はい、倒して勝利と。はい、ことでいかがだったでしょうか。まあ、ロハンちゃんに関してはセゴバフ剥がし連撃が流行ってるこの環境だと残影剥がされて殴られるのが本当に嫌なんで、まあ、そこが一番大きなネック。まあ、あと孫権に強いですね、とても見た感じは。でそのまま他の猛角だとかアーサーとかも倒せるぐらい安定してでかい火力が出せるのであればよかったんですが、そこまではいかないというちょっと絶妙に難しいとこなんで、まあ、デッキ戦だと致命虫キャラクターってところもあって、あとターン延長できるんでセコバフ積みまくる戦い方ですね。白卓いますね。ちょっと白卓の七星もらったり、あ、コキビが MR アバカしてれば初行つけたかったですね、剥がれないように。まあ、ちょっとデッキ戦どうなるかですね、楽しみにしたいと思います。まあ、タイマン戦は普通に強かったですが、耐久面がやっぱり気になるとこでした。まあ、タワラトータの方がバランス良かったかなって感じしますね、私的には。嫁のトータ、まあ、でも弓弓将らしいとてもロマンのあるキャラクターなんで、ちょっとデッキ戦の七星何ターンまで稼げるかやってみたいですね。さて、最後までご視聴いただきありがとうございました。今日この後最後分析後編動画ですね、出していくので、まあ、このキャラクターの戦役だったりボス戦、白戦や対人戦なんかの総合評価と、まあ、投与すべきかどうかの判断、夜にもう一本出しますんで楽しみにしててください。はい、それでは。押す。